日ごとの過程、2023年3月22日。私は失われた者を尋ね求め、追われた者を連れ戻し、傷ついた者を包み、弱った者を強くする。しかし、肥えた者と強い者を滅ぼす。私は公平をもって彼らを養う。エゼキエル書34章16節家に帰り、 友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので、一緒に喜んでくださいと言うであろう。ルカによる福音書15章6節自分が迷子になっているとき、探しに来てくれて、見つけ出してくれる人がいたら、どんなに嬉しいことでしょう。そして、責め立てられることもなく、本当に一緒に喜んでくれる人がいたら、どんなに嬉しいことでしょう。 国内でもそうですけれど、外国などで同じような状況になったとき、親切な人に出会い、助けてもらって、次の場所まで無事に行けるとしたら、これまた本当に生涯を忘れることのできない素晴らしい出来事になると思います。神様は私たちを探し、連れ戻し、世話をし、愛で包み、傷を癒し、前向きに進ませようとしておられます。そしてその出来事を神様は ご自身の喜びとして心に留めていてくださいますまあ、この部分嬉しいですね後になっていや面倒な奴がいてさ本当は困ってもう嫌だったんだけどさしょうがなかったからね助けたんだよとか影、えー、で言われたらちょっとやっぱりねげん,りげんなりしますよね神様は決してそういう方ではないんですね私たちの存在を丸ごと 大事な存在として、良いことがあれば喜び、悲しいことがあれば一緒に共感してくださる。そんな神様のことを思いながら今日過ごしたいと思います。良い一日になりますように。